経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て僕は、確かにこんな時に地震が起きるなんて気の毒だな。すごく揺れたね。どうなってるんだ。崩れてもおかしくないな。このビル、以上倒れない。専属デザイナーを探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど、鍵。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちに何か用？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。
you.